返してさ。6月14日金曜から16日の日曜まで開催の戦祭りおすすめカード、白鵬記の土方歳三を紹介するよ。今回のルール旧幕府軍は江戸幕末の斬撃ダメージ少々、号令の追加効果で江戸幕末の剣豪の斬撃範囲と斬撃発生速度が上がるから、ルールと兼ね合いがいい。江戸幕末以外は知力少々やけど相手する新政府側に知力ダメージがあるから、ダメージを抑えてくれる副産物も美味しく無駄のない性能に。また原田佐之助は鉄砲や弓の射撃ダメージであれば知力ダメージも軽減できるから、坂本龍馬や山本八重といった江戸幕末の鉄砲調節への返しにも使える点も注目。死にたい奴からかかってこいよ。殺せ。もっと前出なくていいのか。殺せ。撃て。私が天下をつかむのだ。まがいものだろうが何だろうが貫きゃまことになるはずだ。撃て。どけ。俺のやり方でこの世界を切り開いていくぜよ。信じて待ってろ。流派発動。三の型。この死ぬ時も前のめりじゃ。てめえの信念だけは曲げねえ。少しは役に立ったかな俺。もっと前出なくていいのか。知力低下される前に計略を打ちたいから、右手煙を出して左に出すよ。俺のやり方でこの世界を切り開いていくぜよ。小手先でごまかすなんざ、戦士としても男としても二流だろ。この国を俺が選択しちゃる。いざ尋常に勝負。流派発動。三の型。どけ。前期開講。
僕は役立たずなんかじゃない。私は間違っておらぬ。信じて待ってろ。戦機解放。僕はまだ戦える。あんたの相手は僕だよね。この子には手を出さないでくれるかな。俺が行く道は俺が決めるんだ。殺すよ。いざ尋常に勝負。ジオ、流派発動。二の肩。死ぬ時も前のめりじゃ。殺すよ。力不足か。てめえの信念だけは曲げねえ。俺が行く道は俺が決めるんだ。信じて見ててくれ。俺、お前がいる限り絶対負けないから。今回は2試合やるよ。信じて待ってろ。少しは役に立ったかな。悲しい。一斉発射。無礼者。出るかよ。ただ備中を尽くすのみ。一斉発射。無謀の大和魂である。てめえの信念だけは曲げねえ。もうよかろう。僕は役立たずなんかじゃない。もっと前出なくていいのか。死にたい奴からかかってこいよ。流派発動。三の肩。心配無用。僕はまだ戦える。一斉発射。日本が一つにならなければ列国には勝てぬ。続いて一斉発射。甘いものだろうが。
が何だろうが貫きゃ誠になるはずだ。一斉発射。おら、どけ。撃て。薩摩を撃つというのであれば受けて立とう。一斉発射。撃て。うう、悲しい。殺す。一斉発射。流派発動。三の肩。殺す。はあ、天内。一斉発射。おら。一斉発射。無謀の大和魂である。どけ。1、2、3。おいの体は差し上げもそ。この七にて道を遂げん。まがいものだろうが何だろうが貫きゃ誠になるはずだ。殺すよ。撃て。おら。撃て。どけ。元気解放。流派発動。身の肩。殺す。どけ。一、二、三。薩摩を撃つというのであれば受けて立とう。おら。殺すよ。手加減無用。手向かう者は全て斬る。チェッチ。おら。悲しい。殺すよ。どけ。はあ、流派発動。身の肩。俺が行く道は俺が決めるんだ。どけ。薩摩を撃つというのであれば受けて立とう。殺すよ。おら。無謀の大和魂である。殺すよ。無礼者。ご視聴ありがとうございました。